工場長です。今日はシール作りをやっていきたいと思います。皆さんシール好きですか？私はもうね大好きなんですよね。子供の頃からシール集め大好きで、そのまま大人になってしまって今でも可愛いシールがあると買ってしまうんですよ。無駄に、そして無駄に集まって、無駄に集まってるのでも使わないみたいな、ただ可愛いシールを集めて満足するみたいな、使う機会があれば使うんですけど、ほとんどのシールが綺麗に眠っています。で、今回はうちにあるシールが作れるマシン5つご紹介していきたいと思います。手軽に手に入るものだったり若干高かったりって過去に紹介したものもあると思うんですけど、自分でシール作ってみたいっていう方いないかな。私はかなりねシール作りたい欲がすごいんですよ。だからいろんなものが集まってしまったんですけど、自分でシールが作りたいって思う方、ぜひぜひ参考にしていただければなと思います。それでは作っていきましょう。工場長のチャンネル。ではまずこちらミラクルデコレッタを使ってシール作っていきたいと思います。私の動画でも1回紹介していて、その後も何回かぼち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 出てきているので、見たことある方はいるのではないでしょうか。おもちゃです。おもちゃなんだけど、今回紹介する中で私が一番使っているシールマシンだと思います。使い方がとっても簡単で、例えばこういう折り紙、なんか自分の好きな雑誌の切り抜きとか写真とか、なんかそういう好きなイラストとかを切り抜いたやつをシールにできちゃうっていう感じのものです。例えばこんな感じで折り紙切り抜きました。で、この切り抜いた折り紙をミラクルデコレッタのここの白いところに置きます。そしたらあとはこのレバーをぐるぐるぐるってこんな感じ。そしたらねこっちから出てくるんですよ。ぐるぐるぐる。そしてここで切りたいなっていうところで、ここのダイヤルをハサミのマークに合わせます。そしてここをシャーって、もうこれでシールの出来上がりです。これで透明のフィルム上のやつを剥がしてもう完成です。すっごい本格的なシールができちゃいます。すごくない？で、こういう紙類はもちろんできるんですけど、こういうさスパンコール、これ前も動画でやったんですけど、スパンコールとかね、こういうやつもシールになるんですよ。これがめちゃくちゃ可愛くて、もうただこれここに置くだけ、ピッてお手紙のカードとかにつけるだけでとっても可愛くなると思います。で、そしてもうただ送るだけ。使いすぎてちょうど切れちゃいましたちょっと買います。買いあると思ったら全部使っちゃってて、今 Amazon で頼もうと思ったんですよね。だけどちょっとびっくりしたのが、なんかここまでめっちゃ今さっきまでさ進めてて申し訳ないんですけど、 Amazon で見たらめちゃくちゃ値上がりしてるんですよね。私多分これ3500円とかで買ったと思うんですけど、Amazon で1万円超えてるのとか7000円のとか、とにかく値上がりしてるので、これだったらなんか買わない方がいいんじゃないかなって、なんか定価で買えるんだったらもちろんおすすめするんですけど、こんなにさ値上がりしてんのおかしくない？っていう感じで、これの替えも1000円ちょっとで売ってると思ってたんですけど3000円超えてるんですよね。だから私も進めてたのに申し訳ないんですけど、これもう卒業しようかなという感じです。で、バンダイさんだから出してくれたらさ、もちろんこの本体は取っとけば専用のやつ買い替えて使うことはできるんですけど、なんか転売ヤーさんから私買いたくないので、とりあえずちょっとの間これはしまっておきたいと思います。もうね、このサイズ感とかもね、机にちょんって置いておけたからすごく気に入ってたんですけど、こんなに値上がりしてると思ってなかった。で、次紹介するのが、少し大きさはね机にあると圧がある感じになっちゃうんですけど、ミラクルデコレッタのこの Amazon で値上がりしてるのよりは安く買えるシールマシンなので、そっちの方をご紹介していきたいと思います。ということで次がこちらです。ザイロンのシールステッカーメーカークリエイト A ステッカーっていうやつ、 Amazon でこれも売っているんですけど、 Amazon リンク貼っておきます。で、こちら Amazon の口コミではかなり評価が低かったんですよね。だからちょっと何とも
保証はできないんですけど、私は普通にみんながその口コミに書いてあったようなことはなく綺麗な状態で届きました。だからもしかしたら運なのかもしれないです。これもミラクルデコレッタと似たような感じなんですけど、幅が大きいんですよね。その分机にあると圧力もある感じの大きさなんですけど、例えばまたこの折り紙ちょっと切っていきたいと思います。こんな感じで切っていきました。でさっきのミラクルデコレッタだとこれ幅がオーバーしちゃって作れないんですよ。さっきみたいなスパンコールとか小さいものを作る時には本当にミラクルデコレッタおすすめなんですけど、ちょっと大きいものを作りたいっていう時はこっちの方がいいかなと思います。でこれも使い方がとっても簡単で、ここにこれを置きます。でギリギリの方までこれを差し込んで、あとはこの横のダイヤルを回していきます。くるくるくるって。そしたらね、後ろからこれも出てくるんですけど、こんな感じでっかいの、とにかく大きいものまで作れるから良いです。でここかなっていうところでもうここがカッターみたいになってるので、ビリビリビリって破いていきます。これで完成。もちろんこういう切れ端じゃないや、この切り抜きのシールでもいいと思うんですけど、自分の手書きのイラストとか白い紙に書いたやつもシールになっちゃうので、本当に自分オリジナルシールが作れるというものです。ただこっちは逆に小さいスパンコールとかはね作れないんですよね。作れないことはないと思うんですけど、やったことがない。ここに挟むわけじゃん。ちょっとやってみる。できなくないのかな。だけどこんな大きい幅があるから、こういうちっちゃいものを作るときはちょっともったいないなっていう感じはすごくあります。ちょっと極力押し込んでぐるぐるぐるっと、あ、でも消えた。後ろに多分行ったのではないでしょうか。ぐるぐるぐるっと、あ、来ました来ました。ただちょっとこれはもったいないな。このちっちゃいののためにさ、結構私貧乏症なので、なんかこういうの大事に使いたいんですよ。でもシールになります。こういうの作るときはミラクルデコレッタがとてもおすすめでした。可愛くないですか。こういうちっちゃいスパンコールシール、粘着力もしっかりしているので安心してデコレーションすることができます。続いてはこちら、フォメモ。読み方が若干ちょっと自信ないんですけど、フォメモを使ってシール作っていきたいと思います。これはさっきの2つとは全然違う感じになってくるんですけど、アプリを使って作っていくことになります。こういうフォメモのアプリがあるんですけど、こちらもちろんスマホでも使うことができます。だけど私は大抵タブレットを使っています。ちっちゃいんですけどいろいろと面白いんですよね。もちろん写真とかもプリントすることができて、それがシールになったり、あとこのテンプレートっていうのもね、めっちゃ可愛いのがいっぱい入ってて、こんな感じで、このフォメモはモノクロなんですよ。カラーじゃなくてモノクロ、まあ、そこで結構好き嫌い分かれてきちゃうかもしれないんですけど、こんな感じでいろんなテンプレートがあります。で私好きなのね、これボノボノみたいなやつで、ここに文字を打ち込むこともできるし、手書きでなんかなんだろう、ありがとうとか、なんかめっちゃ下手な字なんですけど、こんな感じで書いたりすることができます。予定とかカレンダーとかによく貼ったりするのにいいんじゃないかなと思います。例えば12時打ち合わせ、オンラインの打ち合わせ、今の時期本当オンラインの打ち合わせ多いので、待って、喋りながら書いてると意味わかんなくなってきちゃうとか、なんか適当に書いて、これでもこのまま OK で出てくるの、かわいいですよね。でインク不要なんですよね。レシートみたいな感じで簡単に出てきます。ててでーん、バナバナでこれがもうシールになってるんですけど、この四角い形は嫌っていう時はハサミで適当に切り抜いて使うことができます。こんな感じです。で写真もできるんですけど、写真はあんまり私はおすすめしないなっていう感じ。うちのボブさん、こんな感じ、なんかピントがクリスマスツリーに合ってるんですけど、これでやってみましょう。ここまではなんか綺麗だなって思うんですけど、実際印刷見るとそこまでやっぱり綺麗ではないんですよね。まあお値段もそんなに高くないので、そういう面では仕方ないんですけど、写真にはだからあんまり向いてないかなっていう感じです。こんな感じ、まあ味があって可愛いんですけどね。で他にもね、自分の描いた絵とかも印刷できちゃうのがやっぱ楽しいですよね。こんな感じで自分で描いた絵
て、ここに文字入れることもできるし、このまま印刷もできるので、後で自分で違うペンで文字書こうっていう時はこのまま、もうシューってさ、印刷もすぐできるから、本当にピッピッピッっていっぱい印刷して楽しんでしまっちゃいます。でも白黒だから自分でペンで色塗るのも楽しいんじゃないかなと思います。あと普通に文字とかも打ち込めるので、なんだろう、料理のレシピとかそういうのガーって書いてノートにペタって貼ったり、いろんな使い方できるんじゃないかなと思います。では続いて4つ目です。4つ目がこちら、キャノンのスマホプリンターです。これが私一番最近買ったやつでいいなと思ったので紹介していきたいと思います。でこれもスマホと連動して使うやつなんですけど、こっちは iPhone とつないで使っています。でこれも専用のアプリがあります。でこっちはさっきのモノクロと違ってカラーなんですよ。カラーでしかも画質もめっちゃ綺麗なので、写真におすすめかなという感じです。インスタともリンクできて、インスタで投稿した写真、こういうのも印刷できちゃいます。どれにしよう、どれでもいいな、とりあえずこれにしようか。この写真選んだ後も軽く編集とかフレームとかつけたり、いろいろいじって遊ぶこともできるんですけど、まずはこれで印刷しちゃいたいと思います。出てきました。こっちはやっぱカラーなので少し出てくるのに時間はかかるんですけど、とっても綺麗なものが出てきます。ディディディン、こんな感じ、可愛くない？でこれがもうね、このまま後ろシールになってるので、ペローンって貼ることができます。でこうやって1枚ドゥドゥンって大きく印刷するのもいいんですけど、コラージュっていうので編集もできるので、なんか好きな写真適当に選んで、いろんな分割方法があります。でこれもさらに編集することができるんですよ。色もね、いろいろ変えることができます。なんかすごいよね、一つの写真をちゃんと選択していろいろできるので、とても自由の利く感じで遊べます。こんな感じに作っていってみました。スイーツをちょっとね、いろいろ写真も変えて文字も入れてみました。かわいい。小さいのにさ、普通でもさらに小さくなるから、もっと余計可愛くなりますね。いやめっちゃ可愛い。画質がさ、すごくない？とっても綺麗だよね。でさっきのとちょっと違うのが、さっきのはモノクロだったのもそうなんですけど、シールが紙なんですよね。でもこっちは本当に写真みたいな光沢のあるこういう紙になってます。こんな感じで写真のシールにするのもいいんですけども、 iPad で私が描いたイラストです。こういうのもシールにすることができるので、これで本当にオリジナルのシールっていうのも作れちゃいます。かわいいめっちゃかわいいですね。こんな感じ、見て見て見て、私のシール。こんな感じで角を落としてあげると、なんかさらにちょっと手の込んだ感じになって可愛いかなと思います。そのまんまの四角でも可愛いんですけど、ボブの写真、こういうのも角を落とすとちょっと可愛いですね。うん、なんか売り物みたい。最後5つ目はこちらのブラザーのスキャンカットを使ってちょっと本格的なシール作りをしていきたいと思います。これは軽々しくなんかおすすめとかできないぐらいな金額なんですけど、本格的にシール作って、あと販売とかそういうこともステッカー販売したいなとか、そこまで本格的なことを考えている方にはおすすめかなという感じです。まずプリンターを使ってこういうシール、ステッカー用の用紙に好きなイラストプリントしていきます。で今回プリントしていくのこちら、私の描いたウサギと人参ステッカーを作りたいと思います。これをまずプリント、できました。かわいい。印刷した用紙をこの専用のこういうシートに貼り付けていきます。すぐしっかりと貼り付けます。まあ、これ自体もうシールなので、自分でハサミで
こうやってくり抜くようにカットすればもうシールになるんですけど、なんかもっと本格的なシール作りたいっていう、そういう方におすすめしたい商品です。電源がここです。まずこちらスキャン、これでさっきのシールを読み込んでいきます。これでスタートを押すとスキャンしてくれます。よし、見て見て見て。そしたらこんな感じで読み込んでくれました。で、範囲的にはまあこの辺かな。で、自分でいろいろ調節していきます。そしたらね、こんな感じで黒い線のとこちょっと見にくいと思うんですけど、さっき読み取った絵の外側だけが黒く線引かれているんですよね。これがカットしてくれる線になります。そしたらこれがカットしていく部分になります。これでスタートしていきます。はい、完成しました。近くで見るとこんな感じです。ちょっと見づらいかもしれないんですけど、このうさちゃんの周りこんな感じでカットされてるの見えますでしょうか。うさちゃんだけじゃなくて、人参さんもこっちのうさちゃんもみんな綺麗にカットされています。なので使いたい時にこのままペロッと剥がして、もう普通の市販のシールのように使うことができます。こんな感じ、かわいいもったいないのでちょっと適当に貼っていきたいと思います。あと人参さん、ぴょん、頭だけのうさぎ、こんな感じで手作りシールの完成です。ということで、今日はシールが作れるマシンを5つご紹介していってみました。いかがでしたでしょうか。何か気になる商品ありましたでしょうか。個人的にはさ、やっぱ一押しがミラクルデコレッタだったので、これを押したかったんですけど、 Amazon で高値で売られていることにびっくりしまして、今回の一押しはこちらかなっていう感じ。スマホとか使う必要がないので、最初にも言った通り雑誌の切れ端とか好きなイラスト描いて自分で好きなシールを作ったりとか、あと今回初めてやってみたんですけど、ちっちゃいスパンコールでもいけたので、いろんなシール作りやすいんじゃないかなと思いました。ただね、さっきも言ったんですけど、 Amazon の評価が低いやつがあるんですよね。梱包がどうのこうのとか、明らか新品じゃないものが来たとか、そういうことがあるので、届いた商品は結構運なのかもしれないっていう、そこがちょっと怖いところだなと思います。で、これもね、私は好きなんですよね。こちらモノクロなんですけど、レシートタイプで気軽に印刷できる。ちょっとキャノンの方は画質はめちゃくちゃいいんですよね。カラーですごい綺麗なシールはできるんですけど、ちょっとコスパ面が気になって、本当にお気に入りの写真とかもうこれだっていうものしかちょっと印刷したくないなって。こっちはすごい気軽にね、ポン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 印刷して楽しめるので、そういう面で私はこれが好きです。そして最後に紹介したこちら、これはもうなんかちょっと次元が違うんですけど、私は買ってよかったなと思っています。ただ7万円とかかなり高かったので、軽々しくおすすめはできないんですけど、本当に売り物みたいなシールシートになったシールができるのがテンション上がるポイントだなと思います。よかったら皆さんもシール作りやってみてはいかがでしょうか。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。